かできてんの、ドキって心臓パクパクする私も。ちょっと骨がいい。もしその腫瘍だったら手術をするのかしら。あんたはなんやかんやあるな、しかし。ちょっと口を確認出す。しっかり行ってみる。頑張れ。多少針刺しとか血は出ますけどね、はい、そのうち止まるんでね、はい、よっしゃ、これで終わりで、これで終わりで、でそのあれを調べて、がんかどうか調べて、とりあえず院内で分からない、はい、1種類しか分からないんですよ、はい、だからそれでがんやったらすぐ取るし、でがんじゃなかった場合は、はい、ちょっとあの経過を置くか、はい、それかあの大きさ変われへんで、はい、補ってくるようであれば、はい、麻酔かけて取ると、はい、あ、そうですか。で手術となれば入院ですか。手術となれば入院にはならんでしょうけど。あ、そうなんですか。ただ手術日程をちょっと入れなあかんので、はいはい、予約で入れていくとかですね。はい、わかりました。とりあえずこれ検査2、30分で出るんで、はい、検査聞いて帰ってください。はい、わかりました。とりあえず最初はでもあの消炎剤の薬でいくと思いますが。消炎剤です。はいはい。違う。違う。頑張ったね。よしよし。注射だけやから頑張って。これ原因って何なんですか、がんは。いろいろ。あ、そんな感じ？一緒ですね。遺伝性の方もあるね、そしたら。腫瘍とかがんいうのはほとんどが遺伝です。遺伝ですか、やっぱ。多いですか、やっぱり。で持ってたもんやな、この子の心臓もそうやしね。心臓もそうですね。ね。なんか背中にイボもありますわ。どこやったかな、背中にね、なんか一箇所イボもあるの、それも関係してます。どこやったかな。いざお尻の辺やったかな、ね、いざ探すのしたらね、いざ探したらないですよね。ごめんごめんごめんな、どんとこ行きたいね。どこやったやろうな。あんたがそこにいてるから変に。